今帰ってきた。俺の方が先になってくるかな、来るかな。うわぁ、大変だったね。大丈夫です。ん？大丈夫です。でも俺は今日怒りに来たんだからね。いや、どういうことですか。これ、このままじゃダメですよっていう話で、いや、これ終わらせますから、こういう風にしますから。まず一つね。はい。まあ俺の考えだけちょっと言うと、もうこんな夜遅くまで働いて、うるせえなって、まあ視聴者のコメントまだ荒れちゃうけど。寝ろお疲れ様です。お疲れ様です。今が来た。俺の方が先になってくるかな、来るかなって。でもちょうど今さっきですよ。ちょうど今からです。あ、お疲れ様です。グーグーは。うわぁ、大変だったね。大変です。ん？マジで疲れました。まあ、でも俺は今日怒りに来たんだからね。いや、どういうことですか？いや、違ってリージが聞いたけど、なんか、はい、現場で現場でなんか問題があったんじゃないの？いや。問題ありありです。口でくれたら助かりますが、カメラもいないでね、俺最近自撮りだよね。重機が制限があったけど、はい、地面がどの方のとか言って、重機が制限、リュウジも言ったけど、そんなもん前日に段取り処理だよって言って。いや本当っすよ、マジで。それ取りの仕事でしょ。いや、組との打ち合わせが、組が結局その打ち合わせ通りにやってないっていうか、使えるって言ったところまで使えない。でクレーン入れるところにも鉄板引く準備も何もできてない。いや、それをだって前日に電話しなかったよね。まあ明日入るけど大丈夫かって言って。それぐらいやらないと。いや、来ます。したらできるだろう、別に。いや、それは監督できるじゃん。行ってできんはいいんだけど、別に。でも結局、じゃあ、乗用切ってくださいって言うわけにもいかんだろう。いや、言いましたよ。まあ、だけどもそうよ、お前。金もらえいいってもんじゃねえんだよ、お前。いやいやいや。何でもいいんだよ、こんな時間で。バカ野郎ってあげえよ、お前。指示出しちゃうとか、監督って。まあ、トビなんだね。その、じゃあ監督任せじゃなくて。あれやってる？これやってる？まあ、その、まあ、経験値のあれもあるけど。やってます。だけど、あ、大丈夫です。明日吸えれますって言ったわけ？はい。何で吸えれんの？いや、できたよ、結局。監督と喋ったの？誰と喋ったの？元受けさん？加藤さん、どこなの？元木は P だけよ。 P で、あの、です。あ、で、向こうが、向こう、あ、悪いんだ。あ、そういうこと。結局使えるっていう、初めのそれをやるときにはこっちも使えるとか言っとった場所まで使えなくなっとるし、打ち合わせ通りじゃないんですよ、全部。だから前日に聞いたら終わってますって言ったの？終わらせますって。もう吸えるようにします。あ、吸えるようにします。あ、前日監督と喋ったんだ、一応。あ、ちゃんとやってるはやってんだ、それは。で、その僕らの1個上にいる本体、うんうん、クレーン会社、うん、クレーン会社ね、まあ、P でね、その人を見に来てるんですよ、うん、あ、前日に。そうで、そこも、あ、大丈夫ですねって言ったの前日に。そうなのに、なんでダメだと。蓋開けたらちゃんとやってなかった。何もやってないから。だけどそのクレーン屋が見に来たんでしょ。見に来たの、重機屋が。で、大丈夫って言ったんじゃないの。監督が大丈夫って言った。だけど今日朝行ったら全然大丈夫じゃなかった。で、クレーン屋はそれ見てわかるじゃん。これ、いや、まずいよ、これ。いや、で、もう朝からずっと言ってました。もう朝礼前から、やばいっすよね、みたいな。だけど、前日見に行ってんじゃないの。そう、前日までは。で、前日、結局クレーン屋が、組側に、これ、このままじゃダメですよっていう話で、いや、これ終わらせますから、こういう風にしますからって言った、前日の話と、朝開けてみた話が、うん、結局は何も やれてない、やれてない状況で、うん、どうするんですかって言ったら、朝からバタバタそれをやりだして、とりあえずクレーン入れてくださいって言ってやったけど、入るわけもなく、うん、もう一回どけて、うん、まあ、どうするのって、もう僕らどっちかっていうと、もうとりあえず待てって言われたんで、待ってた側で、もうクレーン屋さんと組側で話し、ずーっとやりくりしてて。そういうことね。クレーンなんで俺らはおったの？その、鉄板引くとか。僕らは相場みたいな感じ。いや、もう結局は、クレーンを解体するのに、指導員として来てるんですよ、クレーン屋さんが。ああ、そういうことか。で、結局は、あの、いろんなやり方やっても、結局は、クレーン自体が、もうそっちには座らない。じゃあ、道路に据えなきゃいけないって言っても、道路自体、初めはやばいって言ってて。タワークレーンは外に？いや、いや、あの、ラフターです。ああ、そういうこと。ラフター自体を、クレーンを解体する、アイバン機で。ああ、そういうことね。うん、はい。それが吸えれない、吸えれないってなってて。結局は、中に入ったものの、結局、でも、旋回とかもできないとか、どうのこうのって、いろんなことも始まって、結局、外に止めなきゃできないよってなったら、
はじめ所長が外は外はってあんまり言ってたやつが、うん、もう外しかできない、うん、外に止めちゃえとか言って、うん、でやりだしたのが11時ぐらいですか。ああそんで遅くなっちゃった、はい、ずっとそれのやり取りが今日さあの、まあ、何ってさなんでこれリージにわわ言ったかというとさなんか俺もあんま細かいこと聞いてないんだけど、はい、まず一つね、はい、まあ俺の考えだけちょっと言うと、もうこの夜遅くまで働いてうるせえなって、まあ、視聴者のコメントまだ荒れちゃうけど寝ろー今までゴルフの練習してたけど外でカンカンで俺はまあちょっと前にもショート話したんだけど、まあ何でもそう、営業でも何でもそうなんだけど、人のせいにするやつって伸びないと思ってんの。まあそれはあると思う。でなんか俺まあこれなんかたまたまうちのライバーさんらしいんだけど、その安井が言ったけど、タレントか芸能人かなんかの言っとったのが、その運営側かタレントかお客が入らなかったのは、ああどっちが悪いと思いますかって言って、はい、いや事務所ですと、ね、その運営サイトです、いやタレントですと、いや違いますよねって、その若い女の子が言っとんだけど、俺 TikTok かなんかそれ見てなんか感動したんだけど、どっちもでしょって。自分も自分で自分が悪いと思わなかったし、運営も運営で客集めるのは運営の仕事だとかじゃなくて、どっちもでしょみたいな話があって、まあ俺はそれいいこと、すごい大事なことだなと思ったの。仕事ってそうじゃん、ね、すいませんって僕が悪いです、いやいやお前悪ねえよって、俺が悪いんだよみたいな。だからなんか工程が止まったとか、うん、そのショーもそうだけど、いやいや、現場が悪いんですよ。ちょ、監督うるさいんですよ。とか。まあまあ、そんなこと言ったらこれどこで使えるんだろう。まあまあ、何つったかちょっと俺もう覚えてないけど、どうしていかなきゃいけないのって商売だからね。結局銭に止まっちゃうし、はい、残業しながらの自分たちや。はい、うん。そうやってリージンって、イエーイって言って今日言ってたけど。お前舐めてんのお前。舐めてないですよ。僕は、僕は一から。舐めてんぞ。俺そんな舐めやったら、もうとっくりかお前ら全員組だ、お前。ほんとこの野郎。俺悪いよ、お前ら。お前らなら全部悪いのったわけって言って、お前終わりだ。そういうの大事だよね。大事だよ。だから別に、俺らが悪い。はい。現場は悪くないって言ってるね。現場も悪いけど、はい。人も悪いから、ちょっと押してくの。だから今日残業つけにいいでしょ。悪いんだか。残業は。もらうんですよね。関係ねえよ、俺のもお金だよ。会社がもらうから、そうねえよ、はい。じゃあ皆さん、まあちょっと夜遅くなりましたので、まあちょっとあの、短い動画になりますけど、まあまあこういうのいろいろあるよね。やっぱ職人まで。確かに、うん。だけど、まあ人のせいにしずにね。まあこれ本当に、あの、視聴者見とって俺、思うと思うわ、現場にとって。で、俺はなんか連れとかやっぱもう、いい年じゃん。職人で会社やってる人たちが。でもさ、しゃばってたらそういうこと言うわけ。いやもう現場悪いよ。しょうがないもん。そんなことまでお前現場に電話しとんのって、地域ゴルフやとってさ、はい、あれどうなっとんの、これどうなっとんのって、それは、社員だけじゃない。監督とかしょっちゅう電話しとんの。お前これやったんか、あれやったんか、って。なんか来週からここだぞ、こうって。それいいっしょ、一緒になってます。はい。よろしいっすか。なんかちょっと来てるのかと思った今すぐありがとうございます。ちょっと俺もさ、今、ちょっと自分で撮らなかったけど、大変だよ、今、本当に。今でも俺もまあ自分のせいにしたら、しながらね。もう俺はもう俺は悪くないわ。俺は今回は俺全く俺は悪くない。10-0だけど。はい、以上になります。はい、どうぞです。せーの、おやすみなさーい。現在9時だろ、もう。あ、9時だろ。9時、あ、そうですね。まあ、はい。9時前。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。マジだせえな。はい。問題だって。帰り実習生を送ってほしいっていう意見があったんですけど、誰かしらだけがとりあえず送ってあげれなかったのかな。下がお前のこと不満に思ってる。こんな優秀なやつがおって、そいつらの気持ち掴んでないって。全部の件に関しては俺は悲しい。俺ものすごい言ってましたね。よそでグラグラするのやったら師匠に頭下げて、もう絶対うちに戻ってこいって。どっちに気持ちいいの？全部なぜですか？俺は知らんねんな。分からんの、なんで最後俺話したんか。状況が違うです。僕の状況と、トスケの状況は全然違うんです。場を作ってくださいって言った、うん、お前が喋るために。で、喋ったってくださいって言った。喋ったってくださいや。だって俺は俺自身で喋った。